クリストファー・ランバートはフランスの俳優。フランス語読みでクリストフ・ランベールと表記されることもある。国連の外交官だった父親の勤務先だったアメリカ合衆国で生まれる。2歳の時に家族でスイスに移り、ジュネーブの寄宿学校で教育を受ける。16歳でパリに移った後、父親に強いられてフランス軍に入隊する。 女退後、ロンドン証券取引所に勤めるがすぐに、退職、12歳の時の演劇体験から、パリ国立高等音楽、舞踊学校に入学して、演技を学ぶことになるが、3年で助席になる。その後、1980年頃から、映画やテレビに、早くで出演するようになり、いくつかの脇役を経て、ワーナーブラザース製作の1984年の映画、 グレーストークルイジンザルの王者ターザンの伝説の主演に抜擢される。この作品で野生味のあるルックスと目力で強い印象を残す。1985年に主演した映画サブウェイで第11回セザール賞の最優秀男優賞を受賞する。1988年に女優のダイアン・レインと結婚。1993年に娘エレノアが生まれるが、 1994年に離婚する。1999年に女優のジェイマイズ・ハフトと結婚するが2006年に正式離婚する。2007年より女優のソフィー・マルソーと恋人関係にある。主に谷口説と大塚義忠が担当している。ありがとうございます。